バーニー・マックは、アフリカ系アメリカ人の俳優、コメディアン。アメリカ合衆国入りの一周シカゴ出身。19歳から、シカゴのコメディハウス、コットン・ピッキン・クラブなどで、コメディアンとして活動していたが、20代には、UPS の営業員など様々な仕事につき、32歳の時に、新人コメディアンの登竜門である、ミラーライト・コメディ・サーチに優勝し、 スタンダップコメディアンとして認められるようになった。彼のパフォーマンスはドキュメンタリー映画キング・オブ・コメディで見ることができる。1992年からは映画にも出演し始め、特にオーシャンズ11シリーズへの出演で知られている。2001年から2006年までテレビでバーニー・マック賞のホストを務めて高い人気を得た。エミー賞に二度ノミネートされた。なおこの頃も チャーリーズ・エンジェル、フルスロットルやミスター・サンゼンなどの映画に多く出演した。2008年7月24日にサルコイドーシスによる肺炎のため入院し、8月9日に死去した。50歳。映画ソウルメンの撮影中の突然の死であり、50歳という若い死は大きなショックを持って迎えられ、CNN の ラリーキングライブなど多くの番組で追悼番組が組まれた。ありがとうございます。